おはようございます。速稼塾の久保です。いや、4月9日ですね。なんかね、新学期を実感しました、久しぶりに。街を歩くとですね、まあ街って言っても、私の近所ってのは村みたいなもんですけども、まあ、新入生の方が新しい制服でね、歩いて行ったり、初々しいですね。そして、私の家でもですね、新学期が始まりまして、1歳になった大和くんが新しく学校にね、通い始めました。インターナショナルスクールで、まあ教員は日本人じゃない方が結構多いですね。で、生徒さんも世界各国からいらっしゃってます。まあ、この新しい環境とはいっても、去年から入学してましたんでね、取り掛け新しいってことじゃないんですけども、まあ久しぶりに迎えのバスが来て、新しい気持ちでお送りしたときに、なんか人って育っていくんだなって当たり前のことを感じました。でもなぜかね、年を重ねれば重ねるほど、変化のスピードって遅くなってねえかみたいな感じなんですよ。人間1歳から10歳までの進化、10歳から20歳までの進化、20歳から30歳までの進化、もしかしたら50から60の進化がなんか一番遅いのかもしれないですね。何なんですかね、年を取ると人は変わらなくてもいいもんなんですかね。最後までこの世の中の変化に合わせて自分も変化させていってこその、まあ人間としてのね、なんか喜びとか楽しみっていうのにまた出会えるのかなと思いますけども、とどまっていると、そうですね、とどまるってこと、これ私の極真空手を教わったですね、大山増達さん、間接的な弟子なんですけども、私はね、大山増達さんがこんなこと言ってたんですよ。水っていうのはとどまっていると流れていかないと、そこにいるとですね、ずっとね動かないままでいるとよどんで腐っていく。でも水は流れていればいつも美しいままだと。その行く先が闇であろうと思う、ずっと水は美しい。こんなことを言われてたんですよね。まあ、ですので私もですね、動くこと、変化すること、少なくとも今いる場所に甘んじないこと、これをまあ意識していこうと思うんですよ。とは言っても私はね、隠居っていう暮らしを求めてここに来ちゃいましたんで、いわゆる定住地、安住の地を作ったんじゃないかと言われますけども、私が言ってるのはね、内面の変化のことなんですよ。よくこんなこと言います。ネットワークビジネスの勉強会でも皆さん聞いたことあるかもしれません。人が変わるには3つの要素が必要ですと。まず仕事を変えましょう。そうするとあなたは変わります。住むところを変えましょう。そしたらあなたは変わります。付き合う人、人脈を変えましょう。そしたらあなたは変わります。っていうんですけども、全部自分の外側のことを変えましょうって言ってるんですよ。もちろんそれでも変化することはできると思いますけども、いくら外側のものが変わっても、自分自身を変えていかないんだったらずっと同じです。逆に言うと、外側のものを変えなくても、仕事を変えなくても、人脈を変えなくても、住むところを変えなくても、内面を変えることができれば、それは明日からまた新しい世界がスタートするんですよね。まあ、こういったことを考えて、私はね、今、隠居生活を送ってるんですけども、さあ、人が変わるってそんなに難しいことなんですかね。実は私はですね、ちょっとした変化をここ数ヶ月しました。これはね、はた目には見えないですけども、実は結果的にはすごく大きな変化です。一つは、携帯電話の契約を変えました。それまで私はソフトバンクで毎月3万円ぐらい通信料金払ってたんですよね。今はぐーっと値段が下がって3000円になりました。ではなくて0円になりました。でもなくてプラス6万円毎月入ってるんですよね。契約を変えただけです。そして多少をそこにスパイスを入れました。毎月使ってる携帯電話、いつもね、請求書が来てました。引き落としされてました。けど、今は入金通知です。どうですかね、この3万円出費から6万円収入になって、上下9万円が人生で変わったんですよ。おそらくですね、これ年間にして100万ぐらいじゃないですか。10年で1000万じゃないですか。私が30年使うとしたら3000万儲けたってことになりますよね。これが一つの変化です。もう一つの変化。電気の契約を変えました。電気代ですね。ずっと中国電力の契約でしたけども、今は違う会社に契約を変えました。電気代は毎月私3万円だったんですよ。今2万円ちょっとです。2万1000円ぐらいです。つまり契約を変えるだけで9000円のマイナスを、まあ、成立させたんですよね。ということは年間で10万円ぐらい違うんですよね。で、10年で100万ですね。30年で300万です。
ということで、合計3300万、私は労せず儲けたのと同じことになります。でも私は人脈も変えてないですし、仕事も変えてないですし、それから住まいも変えてないですよね。だから内面を変えたんですよ。切り替えてみようと。ちょっと今まで使ってたものをとりあえず手放して、新しいものを掴んでみよう。もちろんリスクはあるかもしれないけども、やってみたら、あれ良かったじゃんってことになったんですよ。もちろんこれ人によっては変化がなかったよね。もしくは前より悪くなったっていうシミュレーションも成り立つと思います。ですんで見積もりを取るんですよね。はい、ということで電気代と通信代のことをお話ししました。ね、これだけでも随分変わるでしょ。電気とか携帯とか使ってない方いないと思いますんで、これをちょっと変えてもいいと思うんですよ。さあ、そして今日の本題になりますけども、2021年4月、新しい、年度が始まりましたけども、すごくね、去年とは打って変わってやばいんですよ。この1年でも皆さんやばさをすごく痛感したと思います。データが出ました。実はね、この1年で解雇された人、いわゆるコロナ解雇、10万人を超えてるんですよ。それだけじゃないです。雇用調整助成金ってものがまだ効いてます。要するに、仕事がなくても自宅待機でもお金は国が肩代わりして払ってくれてるんですよ。これももうそろそろ終わります。そうするとですね、今自宅待機されている方とか、不定期出勤されている方、リモートワークなどされている方、いわゆるね、仕事がそんなにないんだけども以前の給料が保証されている方、この人たちは全員収入がなくなります。そうするとですね、見積もりで150万人に失業者、解雇された人が、解雇される人が増えるんではないかなと言われてます。だって国からの保証がなくって、仕事がないところで従業員さんに給料を払える会社ってありますかね。多分一気に解雇になるんじゃないですか。もしくは解雇しなければ会社ごと潰れて、結局はみんな失業者です。150万人増えるんですよ。そうすると仕事を求める市場、ハローワークでもいいんですけどもね、そこに150万人が、全員ではないかもしれませんが、多くの方が流れ込んできます。今でも転職就職が厳しいのに、ここに競争率を上げるべく150万人が入ってくるんですよ。で、仕事の切り替えってのはそんなに簡単なのかなってことです。以前は簡単でした。受け皿となる飲食店や宿泊ってものがありました。サービス業ってのは多くは今日から始めても結構ね、できちゃったりするんですよ。そうですね、飲食とかいわゆる宿泊ってのは暮らしの延長なんですよ。ですから私たちが普段暮らしているその教育をプラスアルファしたものがそのままサービス業として使えるんですよね。だからなんとかならないでもないんですよ。それこそ真心とやる気の問題です。しかし新しく開けた市場で人が足りないところ、プログラマー、 IT 中心です。さあ、今から40代50代の人にパソコンやりましょうと、 IT やりましょうと、まずはトレーニングしましょう、これどうですかね。いや、中にはやり遂げる人もいると思うんですよ。だいたい IT を身につけるのに1万時間かかると言われてます。 IT の基礎レベルです。1万時間ですよ。この1万時間を150万人に施すことってできますかね。誰が150万人に対して教育するんですかね。これ不可能じゃないですかね。中にはいるってだけですよ。でもその特殊な人を指さして、あの人ができたんだから全員できるでしょうっていうのはむちゃくちゃな理論だと思うんですよ。今までどちらかというと IT を避けてサービスという分野でいろんな仕事を渡り歩いてた方、ついに出口がなくなって IT をするしかなくなったと思ったら、途方も暮れるんじゃないですかね。いや、やばいですよね。だってそんな急にプログラミングとかできないじゃないですか。ホームページ作成できます？ホームページの概念なんて30年前から始まったわけなんですよ。未だにやってこなかったことがここでつけになってきたわけなんですよね。私もまだホームページ作り出して10年もかかってないですからね。まあ、そう考えると、今から新しいことをやろうかってのはやる気があってもなかなか無理、教育受ける時間がない、余裕がない、お金がないってことになりかねません。いや、かなりやばくないですかこれ。そうなると今ある限られた職場ですら人であふれるってことになると思うんですよ。特にこれからサービス業っていうのは機械や自動化に代替が効いてしまうんですよね。そうなると人間以上に有能な、お金のかからない作業者が海外ではなくIT っていう世界から入ってくるんですよ。バーチャルな世界から。バーチャルな世界、本当にね、4次元とか5次元から来た宇宙人が私たちの職場を奪うみたいな感じですよね。で、職場を奪うだけならいいんですけども、生産性が良くて給料要求しない、そんな素晴らしい人が私たちの職場を奪って私たちのライバルになるんですよ。
勝ち目はないですね。どうするか、そういった IT を使える人間にならなければ永遠に極貧なまま、社会から必要とされる場所がないままなんですよ。でも IT を使いこなせば、今度はですね、自分の目の前に揚々とした大会が広がってくるんですよね。そこには無限の資産が眠ってるんですよ。資源が眠っています。いきなり二極化の天井の方に行けるわけですよ。まあ、でもなかなか賞味厳しいと思うんですよ。どうなんですかね。まあ、けどね、だからといって生活保護に慣れ込んでどうなるかってことなんですよ。今生活保護を受けてらっしゃる方もいると思いますけども、はっきり言って生活保護当てになりませんよね。苦しいですよね。最低限の文化的な暮らし遅れてないと思うんですよ。じゃあ生活保護に入って最終的にはそこで救われるって菅総理言われてましたけども、何にもならないです。そこではむしろ出口のない穴ぼこに入るようなもんだと生活保護の方はよく言われますけども、もう労働してですね、稼ぎを上げようって気持ちすら奪われてしまうらしいです。それこそ生活保護にいるとなんかね、人目が気になったり後ろ指刺されてるような気になって、もう本当にね、閉塞感漂ってるわけなんですよ。これは間違いなく片山さつきのせいだと思いますね、私はね。生活保護は悪いこと、生活保護は申し訳ない、生活保護は労働者の税金を奪って暮らしてる、こんな先入観を植え付けた自民党がそこに横たわってるんではないかなと思います。ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、結局自民党の政策の下で生活保護の、受け方がね、だいぶ歪んだんではないかなと思います。せっかくいい法制度なんですけどね、まあ、そもそも生活保護の金額が低すぎます。これではね、やっていけないですよ。せめて日本人の平均月給、平均年収400万前後は出すべきだと思いますけども、皆さんどうお感じですかね。年収400万でも健康で文化的な最低限の暮らし遅れてるっていうふうに胸を張って言える人はあんまりないと思うんですよ。まだ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 生活保護の方にはもっともっとね、可能性を与えるために私はね、支給額を上げていただきたいかなと思ってるんですけども、まあ、今回の件とはちょっとずれますんでね、これはまた別の動画でお話します。で、月収100万ね、月収100万ってよく言いますよね。月収100万っていうのをちょっとね、分解してみるとどういう意味かってことは、あの、今までもお話したと思うんですけども、月収100万っていうのは何て言いますかね、100万円分人に、ありがとうと言われたってことじゃないかなと思うんですよ。だって感謝して人はお金払うんですよね。商品ありがとう、サービスありがとうって感じで。だから月収100万の人は少なくとも100万円分のありがとうを集めることに成功した、100万円分人の役に立てた、人に貢献できた、人を助けたってことじゃないかなと思うんですよ。世の中は助け合いって言いますけども、本当にですね、まあ商品やサービスによって誰かを助けて、知恵によってでもいいです、人を助けて、そしてありがとうと言われてそのお返しがもらえる、まさに助け合いだと思うんですよ。じゃあですね、人の役に立っていません、人の足を引っ張ってはいないけども、何ら人類に寄与してません、社会に貢献してません、助け合いになる、なるんでしょうかね。これね、その、まあ、山本太郎さんがよく言われるんですけども、人は生きてるだけで価値がある、私も心からそう思います、ね、人が生きてるだけで価値がある、役に立ってなくてもいいんだと、存在するだけでいいんだと、だって社会的に貢献しなかったら生きていちゃいけないんですかと。日本には生存権があるんですよ。どんな人だって、誰の役に立とうが、社会の役に立とうが、仕事の役に立とうがね、会社の役に立とうが立てまいが、家族の役に立とうが立てまいが、生まれてきたってことは次の瞬間も生きている権利があるんですよ。それが生存権ですよ。でも生産性が求められる世の中、あなたは誰かの役に立ってますか、ちゃんと助け合いの輪の中に入ってますか、あなたはくれくれ先人じゃないですか、こんな風潮になってるわけですよ。今は仕方がないです。これは今は生産性が求められる資本主義の世の中で、生きてるだけで OK っていうふうなことはなかなか制度的にも国民感情的に も認めてくれる人は少ないんですよ。だから方法は2つあります。1つはですね、生きてるだけでも人は価値があるってことを分かっていただけるような政権を求めること、まあ、これは令和新選組になってきますけども、そういった世の中が来ることを願う、そしてそれを手繰り寄せることが、これ1つの方法です。もう1つはですね、生産性が求められる世の中、金が物を言わせる世の中がまだ続くとしたら、じゃあ稼いでやりましょうってことなんですよ。この2つ以外の選択肢ってなかなかないんじゃないかなと思うんですよ。だからやばいんですよ。こんな私たちの暮らしはたった2つの選択肢に絞られてしまったんですよ。そして令和新選組が出てくるまでは選択肢は1つしかなかったんですよ。
働かざる者食うべからずね、恐ろしいでしょ、よく考えたら。いや、働かざる者食うべからずってのは当たり前のことじゃないかなっていうふうに思っていた私もいるんですけども、いやいや、働かざる者食ってよしですよ。なぜなら人っていうのは重要な活動してくれます。特に今の時代に求められている重要な活動、それは消費活動です。いくら会社が生産してもサービスがあっても商品があってもそれを欲しいというふうな消費者が今少ないんですよ。だから価格を下げてるんですよね。価格を下げても売れないからもっと価格が下がってるんですよ。これが拡大しない GDP の正体です。みんな以前よりも去年よりも一昨年よりも10年前よりも忙しく働いてるのに、去年よりも一昨年よりも10年前よりも所得が減ってるわけなんですよ。しかも税金が増えて社会保障費が減ってるんですよ。何なんだこれはって感じですよね。やばいじゃないですか、やばい。で、ここまでね、弱音を吐いて、こっからちょっと強気にいきますよ。これは一つの問いかけになります。今回の動画のまとめになるんですけども、あなたは人助けをする商品持ってますか？誰かの役に立つ商品やサービス、思いつきますか？もし、イエスと答えれるなら、あなたには次の手があります。それはその商品を売ることです。自信を持って売ってください。自信を持って売るんですよ。欲しがる方は山ほどいます。今、市場に欲しいものがないんですよ。その欲しいものってのは何か、苦痛を取り払ってくれるものがないんですよ。全てはですね、快楽を上回しさせてくれるものばかりです。要するに富裕層向けの商品なんですよ。だから金持ちはどんどん商品を買う、それで経済を回してくださってる。でも本当に救われるべきなのはこの苦しみを取り除いてくれる商品です。いやー、なんかね、健康体悪いんだと、体調が悪いんだと、なんとかしてくれ、こういう商品なかなかないんですよね。手にしてみたらあやふやな詐欺商品でした。お金だけ取られて悔しい思いしました。何の感謝もなくお金を払わされるわけですよ、ね、そして、まあ、恋愛、結婚、ね、うまく恋愛をするノウハウの販売がない。昔みたいにホットドッグプレスとかないわけですよ。ネルトンベジンクデザーなんていうね、番組もないんですよ。出会いたい、恋愛をしたいっていうのはね、ドラマがないんですよ。どうですかね、恋愛したくならないですよね。いや、素敵なね、女の子とかね、かっこいい男性っていると思うんですよ。でもなかなかそれがお互い見えなくなっている、そんな世の中なんですよ。いつも私たちは下を向かされてるんですよ。まっすぐ人の顔を見れば、そしてまっすぐ人の顔を見せればね、人に顔を見せれば素晴らしい才覚にあふれた人ばかりなんですよね。特に40代50代中心として、お互いに男性も女性もお互いを見つけてない人同士です。非常にもったいないなと思うんですね。いや、魅力にあふれた人ばかりですよ、この年代は。他の年代ももちろん素敵な人多いんですけども、私はどうしても同じような年代に目がいってしまいます。40代50代まだ一花二花咲かせられる人ばかりです。自信を持ってください。ただ行動がされてないだけなんですよ。行動を起こさせるような世の中づくりになってないからなんですよ。だからせめて私の動画を見てる方にはそういったやる気になってもらいたい、恋をしてもらいたい、愛情を注いであげたいという人を、ね、見つけてほしい。そして健康体になってお金も稼いでいきたい、仕事にやりがいを持って働きたい、そんな気持ちになってほしいなと思います。今世の中を見るとこのお金、仕事、恋愛、健康、全てに挑む気がなくなることばかりです。まあ、ですんでね、テレビや雑誌やドラマを見るんではなくて YouTube の中から自分をモチベートしてくれる、そんな番組を見た方がいいと思うんですよね。自分の気持ちを盛り上げてくれる人をモチベーターというふうに私は名付けてます。これが新しい職業だと思います。人をその気にさせてくれる、自分のために語りかけてくれる、そんな動画は一般的に言われる再生回数に関係なく自分のための一再生でいいわけですよ。で、自分のために語りかけてくれる人は必然的に少なくなります。だから再生回数が少ない動画に魅力を感じてるんですよ。それはあなたと私が気が合うからなんですよね。だからもう一歩進むんですよ。じゃあ気があった、この人の言うことは最もだと思ってまた動画を見てしまった、だったら次にやることって何かっていうと、私が行動することじゃないんですよ、あなたが行動することなんですよ。じゃあどんな行動が残されているか、ここで通常の情報商材屋ならこちらの商品ですっていうふうに進めます。まあ私も速稼塾ってものは下の概要欄にありますけども、そんなもの入らなくていいんですよ。入ろうが入る前があなたが今度はね、語りかける番になるのかどうかなんですよ。さあどうします。今日からの行動ですけども、
またこれからね動画を見続ける側なのか、明日も動画を見るのか、それとも一歩前に踏み出して今度は動画を見ない、見せる側なんだと、俺が話しかけるんだと、私がやってみるんだっていう側になるからなんですよ。まさにこれがですね、お金を払う側からもらう側への変化なんですよ。ここに今回の大きな課題があります。さあまたね、明日も私の動画見てくれればありがたいんですけども、できれば私の動画の再生数が減ってることを私は望みます。それはきっと私の動画を見る代わりに動画を見せる方に回ったっていうふうに私は解釈するんですよね。最終的には私の動画いくら作っても再生数がゼロ、これが理想です。そして私以外の人の YouTube のアカウントがどんどん増えることを私は望んでいます。それが多分ね、稼ぐ道への第一歩なんじゃないかなと思いますね。それでは本日は以上です。朝からご覧いただきましてありがとうございました。それではいってらっしゃい。